さて、少し時間が空いてしまったが飛鳥の天皇、第4回始めるぞ。結構時間空いたね。それについては申し訳ないぜ。前回の動画の最後に少しだけ触れたけど、大天の王子、後の天武天皇という人物がいる。この人は天智天皇の弟だったんだけど、天智天皇が即位した時に皇太子になっていたんだぜ。子供じゃなくて弟なのに皇太子。まあ、これは実際にはそのような地位になかったとする説もあるんだが。何しろ1000年以上前の話だからな。この二人、あまり仲がよろしくなかった。宴会の席で大喧嘩もしている。大天の王子が長槍で床をぶっ刺して、それに怒った天智天皇は大天の王子を殺そうとしたんだ。中富の鎌足りの取りなしでどうにかその場は収まったけどな。この二人兄弟なんでしょう。兄弟なのに仲悪いね。ちっちゃな器用だって兄弟仲悪くなることあるからな。ましてや政治の世界だから、中の上の王子の娘を次々に4人まで妻にしたっていうのに、世の中わからないものだぜ。待て。4人も妻に。そりゃあ昔は一夫多妻制だから。でも、自分の娘を同じ男に嫁がせるなんて、それを言ったら行も旬に二人の娘を嫁がせているわけだから。しかも弟に、ゼロ。手柄わしい。古代の日本では帝王の血の純血を守るために近親婚は結構行われていたらしいぜ。さて、天智天皇は死の床にあった、大天の王子を呼ぶと天皇の位を上位すると言ったんだ。あれ？それっておかしくない？前回の動画では自分の息子の大友の王子を天皇にするつもりだったって言ってたけど、その理由についてはもう少し後で話すぜ。大天の王子は天皇の即位を断ったんだ。そして出家して吉野に閉じこもったんだぜ。どうして？それは兄の天智天皇がどういう人間なのか考えてみればわかるぜ。忘れたか？前回の動画を、天智天皇は古代日本史屈指の陰謀家なんだぜ。邪魔者を始末するためには手段を選ばない。蘇我の赤絵を使って有馬王子を葬った時のことを忘れたか？本心では大友の王子に天皇を継がせたいのだと見抜いていた。だから出家までして、自分に天皇になることがないと意思表示してみせたんだぜ。もしも、引き受けちゃったらどうなっていたの？殺されていたかもな。ひえー。そして天智天皇は崩御した。政治の実権は大友の王子の手に渡ったかに見えた。ところが、大天の王子は突如として行動に出るんだぜ。吉野を出て、まず何をやったかというと駅を焼いたんだ。当時は駅や、駅か？馬屋、と呼ばれていたらしい。駅って電車の止まる JR の駅？必ずしも間違っていないんだが、当時は電車派ないな。昔の交通手段は電車じゃなくて、馬で旅をしていたんだぜ。往来に必要とする駅場とその上具とか、あと宿泊所や食事が置いてあったんだぜ。大天の王子はそれらを焼いて近江朝廷と東国の連絡を遮断したんだ。そして、各地で兵を集めて挙兵したんだ。兵力を集めた大天の王子は軍勢を二手に分けて大和と近江の二方面に送り出した。大天の王子は本気で遠征するつもりなど微塵もなかったんだ。反乱の機会を伺っていたんだぜ。兄も兄なら、弟も弟、どちらも策士というわけさ。でも、東国は大天の王子に着いたとはいえ、西の連絡はできるわけでしょ。ところが日本は白月の絵の戦いで惨敗したおかげで、西国にはあんまり兵士がいないんだな。しかも、近江朝廷側の指揮官たちは仲違いしていたので指揮系統は乱れに乱れていたんだぜ。そのおかげか大天の王子の軍は連戦連勝、そしてついに瀬田橋で決戦する。朝廷軍は橋に罠を仕掛けたが、これが大木田の君は神によって見破られた。橋は突破されて朝廷軍は崩壊。戦いに敗れた大友の王子はながら参にて自害するんだぜ。去年25歳だった。そして大天の王子は飛鳥の清見原の宮にて即位する。天武天皇の誕生だぜ。天武天皇はまず最初に何をしたか。権力を徹底的に自分一人に集中させたんだ。これをすべらぎ親政治と言うんだぜ。親族を交換にしたものの政治は全て自分一人で行った。天皇と日本の名を定めたのも天武天皇なんだぜ。そうなの？そうだぜ。それまでは天皇は大王、日本派はと呼んでいたんだぜ。そして人材登用だが、一番大事にしたのは家柄、なんだぜ。壬申の乱で天智天皇に味方した者たちも高い地位にはつけなかった。皇族と豪族が高い地位を占めたわけだ。どこかの国もそんな感じですかね。言っとくけどうちは家境あるから。天武天皇は対外的には新羅と仲良くして軍事力の増強を図った。681年、飛鳥清見原領の制定を命じる。日本史で習う律令制だぜ。律は刑法、令はそれ以外。ただその内容は詳しいことはわからない。調べろよ。いや、学者さんたちが色々と研究しているが詳しいことはまだわかってないみたいなんだよ。そして天武天皇は身分制度をさらに強固にしていった。天武天皇7年に身分の低い母に拝礼するなという詔を出している。何それ、さあ。なんか引っかかる命令だなぁ。と思ったぜ。実は大友の王子の母親は身分の低い女だったんだ。母親は伊賀野や過去の伊良爪という人物で、うねめ、天皇に仕える宮中の女性だったわけだ。それに比べると天武天皇のお母様は皇力、孝明天皇だぜ。父親は同じでも母親の身分が違いすぎるんだぜ。その辺にどうも根っこがあるような気がするんだよね。ただ天武天皇の敵の母が身分の低い女であったばかりでなく、大友王子が敗れて死んだ原因の一つでもあるじゃないのか、って気がする。結構日本って身分社会だよね。昔は特にそうだったろうけど、まあ、鎌倉幕府ができるまでは本当の日本じゃないってどこぞの歴史小説家も言っていた気もするが、天武天皇は神道と仏教の信仰に力を入れた。特に目覚ましいのは神道だぜ。ちなみに伊勢神宮を日本最高の神社に定めたのは天武天皇だぜ。特筆すべきは古事記と日本書紀の編纂だ。どちらも日本の創世記を書いたものだが、古事記は神話が中心。日本書紀は歴史が中心に書かれている。ほう、日本の文化はここに始まったわけか。すごいねー、と。ここで問題が出てくるんだ。この動画は日本書紀の記述をもとに作成している。しかし、その日本書紀は天武天皇が編纂させた歴史書だぜ。これってそのまま信用していいものか。日本書紀では大友の王子が先に仕掛けて天武天皇が逃げて、身を守るために反旗を翻したようなことになっている。でも、これを書いたのは天武天皇側だから。じゃあ、天武天皇に都合よく書かれているってこと？その可能性は高いだろうな。でも、嘘だという証拠もない。このあたりが歴史、特に古代史の難しいところ。全く日本の古代史は大変だぜ。ところで兄の天智天皇は陰性、弟の天武天皇は陽性の気質の持ち主だった。天智天皇は若い頃から政治一辺倒。国を強くすることだけを考えて生きてきた。対して天武天皇は兄と同様に独裁的で強引な人物だが、どこか陽気なところが感じられる。こんなエピソードがある。天武天皇4年のことだ。畿内とその周辺から歌が上手な男女を宮廷に集めるよう命じ、6、つまり給料を与えたんだ。要するに歌手や踊り子を役人にしたってこと。そんな感じだな。すごいね。AKB が役所の課長になってたりするのかな？どうだろうな、わはわ。さて、意のままに日本を統治していた天武天皇だが、どうしても気がかりなことがあった。それは子供たちのことだぜ。自分の死後、後継者争いを起こさないか。何しろ天武天皇自身が兄の死後に兵を起こして大友の王子を殺害したんだ。自分がやったことだから子供たちだって同じことをしでかさないとは限らない。天武天皇が吉野辺皇后と6人の王子たちと行幸した時のことだ。天武天皇は王子たちに言った。お前たちと共に庭で誓い、1000年経っても無事でありたいと思う。どうだ？その通りです。と王子たちは答えた。皇后の子である日下部王子が進み出て、母は違っても変わらず天皇の詔に従います。誓いの通りにならないなら、命は滅び、子孫は絶えるでしょう。決して忘れませんし、決して過ちは犯しません。天武天皇は6人の王子を抱きました。そして誓った。もしこの誓いを違えば、たちまち朕の身を滅ぼすだろう。皇后も誓った。天皇のように誓った。主張元年9月9日。西暦686年10月1日。天武天皇は崩御した、妻である持統天皇と共に火のつくまを大内三笠に葬られているぜ。それにしても長かった。やっと動画終わったって感じがするぜ。天武天皇のことを調べたらいくら時間があってもキリがないという感じで、さっき妻のことを持統天皇と言ったけど、それについては次の動画で話すぜ。第5回はいつになるのやら。いや、その前に外伝というか、飛鳥の天皇とは別に一人取り上げたい人物がいるんだぜ。へ。ぬかたの大君をやりたいんだ。誰それ？有名だぜ。飛鳥時代の代表的な歌人で、あんまり興味ないわ。天智天皇と天武天皇二人の男に愛されたんだぜ。イケメン男に囲まれた逆ハーレム状態。